テイルズ・オブ・アライズ実況プレイのパート43やっていきたいと思います。ミハグサールの、主婦ニズというところにやってまいりまして、ここはすでに、ここの、反乱組織によって、どうやらレナ人が敗退した後になるのかな。なんですけども、一応その了承、まあ、スルドを探せということでこれから行動していくみたいで、まあ、その、まあ、スルドがさらっと逃げたっていうところに、なんか違和感がね、あると。まあ、自分たちの力を過信するわけではないけれども、アルフェンの炎の剣なしで、普通の人間がスルドに対抗することが本当にできたのか。まあ、そしてね、怪しい部分、多分今回見ていくことになるんじゃないでしょうか。というわけでですね、スルドが逃走したと思われる、エストルバという場所に向かうことになるみたいです。で、そのエストルバってのはどうですかってことなんだけど、多分こっち？ここでカットインが入るか。四方の風集う国、ミハグサール。だっ、砂が目に入りやがった。風が強いからな、気をつけろ。また倒れたという人がいきなり、あら、あ、なんか見覚えが。のはて、なるほど、なんと、ほう、うん、ちょっとレタスリンゴレモン、え、やった、あら、いいな、どうかしら、うん、のあ青汁。まったく、おや、うん、野菜のみは上級者向けで初めてなら果汁入れるのがおすすめ。やれやれ、うん、青汁ですって、うん、行けなくもない村、うん、うん、癖になってるじゃねえか。まったく、とんだ誤算だわ。その割に灰を開けているのはさすがと言うべきか。主婦の外も当たり前のように風が吹いているんだな。よもの風集う谷っていうくらいだもんね。よもの風っていうんだ。ミハグサールは風、残るガナスハロスが水だ。治水、花風、光、闇、闇だけがレナに属し、残りの5つを五稜で分担か。やっぱり土地によって集めやすい属性があるのか。それもあるだろうが、おそらく鋭同士の衝突を避けるのが分担の最大の理由だろう。自分たちの王を選ぶために同族で戦うことはしないんだな。数で劣る我々の同士討ちは無意味どころか危険だ。とはいえ、不干渉が建前に過ぎないのはメナンシアで見た通りだが。それで結局追い出されちまってるんじゃな。だとしても、ことが簡単に運びすぎている気がする。スルドを見つけて問いただせば済むことだわ。行きましょう。はいはい。そういえば、いろいろコンボ組んだりして遊んでたんでね。どう見ても自然の岩には見えないぞ。行く先々で変わった眺めに驚いてきたけどよ、だんだんそれが普通って気がしてきたよな。あれはおそらく我々が300年前に持ち込んだものの名残だ。あれが？あ、つまり機械か何かだってことか。
あんなバカでかいもん一体何に使ったんだ。ダナの精霊力をねじ曲げたんだよ。リンウェル、おかしいと思わない？国によって集める精霊力が決まっているなんて。本来精霊力はそこまで属性ごとに偏って存在したりしないのに。スルドブリガのために作り変えたのか。なんでそんな途方もない真似してまで。だが今のレナは優れているとはいえ、そこまでの力があるようには見えない。それともレネギスやレナ本国には可能なのですか。私もレナの全てを知っているわけではない。だが確かにあれほどの規模のものは見たことはないな。だとしてもあれだけのものをやってのけた連中を相手にしているってことは覚えておいた方が良さそうだな。うん。キサラって料理から武器の手入れまで本当何でもできるよね。リンウェルも少し見習ったらいいんじゃねえの。無か。必要なら教えるぞ。私もほとんどミキウダ兄さんに教えてもらった。裁縫や洗濯も。ああ、兄さんに教えてもらった。随分器用な人間だったんだな、ミキウダは。私はいつもそんな兄さんの後ろについて気になることを聞いては困らせていたよ。あ、そういえばラギルと一緒に猫の育て方も教わったな。ラギルってミキウダと一緒に金砂の猫にいた人だよね。髪の綺麗な。髪の手入れもミキウダ兄さん直伝だ。私はこの衛兵の訓練でかなり傷んでしまったが。十分綺麗だと思うけど。そんなミキウダもさすがに化粧までは君に教えられなかったようだな。いえ、教えてくれようとしました。ただ私が訓練の時間を優先しただけです。冗談のつもりだったのだが。ミキウダをよく知っているのはキサラだけだから何とも言えないわね。本当のところなんて本人にしかわからないからな。はい、さあではあちこち見ながら進めていきましょう。さっさと片付けましょう。いくらでも相手になってやる。早いな。我が術で貴様の収束を封じよう。いや、へい、縛ると言った方が正しい。いいから早くして。フランキステン、つまめ、絡めとる。どこだ、ヘア、次、試練メンテスト、ラッカ。あ、そうだ、DLC のやつ買いました。DLC のあの特技とかもらえるやつね。大地の元に気を寄せつけないな。これが私のエアプレッサー。あなたに来てるよ。やれるぞ。キューハイム。オッケー。ソーハ。ジュウジ。いい連携だったな。演舞曲といったところか。やれ、これで新しい武器作れないかな。おお、ではフクロウがいる気配があったね。ん、近い。アルフェン、お前の服少し匂うな。洗濯はしているのか。うん、そういえばしばらくしてないな。よければ洗っておこう。後で着替えたら渡してくれ。あ、ありがとう、助かる。ローとリンメルも服にほつれがあるぞ。あ、そりゃ戦ってんだから服くらい破れるって。でも面と向かって指摘されるとちょっと恥ずかしいかも。シオンも。私に触ると危ないわよ。そうだったな、すまない。裾が汚れていると痛かっただけだ。
そこまで気にしなくてもいいんじゃないか。旅をしていれば服も汚れるさ。よくはない。服の乱れは心の乱れと言うだろう。うわ、めんどくさ。君はこの絵をやめた割には以前の習慣が抜けないようだな。習慣？この絵兵に習慣があるの？規則正しさ、潔癖さ、まあそのようなものだ。そんなに変だっただろうか。普段通りにしていただけなのだが。善意はわかるけど、先の長そうな旅だからな。もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃないか。そうか。別に無理をしているつもりもないのだが、皆を構えさせてはしょうがない。気をつけよう。ああ、洗濯物と作り物は後でまとめて出してくれ。今夜のうちに仕上げてしまいたいからな。肩凝らないのかね。そういう性分としか考えられないな。近くにいるっぽいのよ。まあ、いいや、とりあえずこっち見てみようかな。こっちは何があるんでしょう。フルル、お友達がいるの？あ、こっちはこっちでまた別のエリアなのね。アダンコ。少しばかり変わったやからで、一筋縄ではいかないようだ。相手には困らないな。よく見る。決めてやる。絡めとる。毒だ。当たれ。我が術で貴様の収束を封じよう。いや、縛れていった方が正しい。いいから早くして。あと毒だ。次ダナの精霊使わない。痛いことでもあるの？敵に使う限りではない。お敵は現在積み台役は次の区。当たれ。次当たらねえ。これは致命的か。君からは目を離さないな。よいしょ。これだけ遺跡が残ってる。どうしてレナ人は利用しなかったんだ。精霊力を集めるのに都合が悪かったからだ。なんかでけえのがいる。今の主婦は皆それを基準に場所を定めている。それにレナはダナ。フルルは隠れてて。出さない。勝利と。はい。暴れ。飛んでいる相手なら渡せなさい。落ちる。変装。アロイ。こうも飛び回らないのだ。わかった。ライカ！今だ！はい！あたれ！次！テンペスト！決めて！ピアリル！ジェネシック！すごい威力！これほどとはな。変装機！試練メンテスト！ラスト！決めて！突破しよう！これで！忙しい。雑魚には負けねえって。ほう、アジ。はあ、よい。入れる。この辺はやけに大物が多いな。水場もあるし餌も多そう。ズーグルには理想的な環境なのかもしれないわ。そんなこと聞きたいんじゃねえって。レタスだ。
お、お、いるのかい？さあ、行くぞ。ドクラン、次、エアガラを、冷静に、私が援護する。次、次、ロックブレイク。第一の元に、ドルト。天乱の巨爆。空を飛ぶやつか。私の力は、私が奪うよ。このダメ、分かった。ないから。終わりだ。よっしゃ、精霊力を戦う。やったか。完璧だね。鮮やかな敵技だ。体が覚えてる。実に興味深い。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。やめて、任せて。よっしゃ、水車の鉄心よ。あった、ディバイスリーク、いいね。これぐらいの相手なら問題ないな。すーげえめき声。ん、お、宝箱。フラップトラップ。なんかでけえトカゲがいんな。あれ、ギガントじゃないんだ。加減を見誤った。普通のズーグルなんだ、このでっけえの。突破するぞ。どこだ？次、このリアートのランカー。かけろ！燃え上げる！めんどくせえなこれがあれば武器を作れそうだ。普
通になんかギガントとかなんか中ボス倒したぐらいの手間だぞ。まあ素材が手に入るならまあ頑張るけど。ちょっと牧場の様子を見ねえか。ほら来た、新しい武器が。いいね。ネズミさんがいる。この一品、重心の位置が絶妙だな。何？おっしゃった。予備の装具が汚れていたので磨いておきました。それと武具も。ああ、助かる、キサラ。なんかキサラ、なんだかんだ言いつつティオハリムの面倒を見ていない。やっぱりなかなか仕えていた時の感覚が抜けないのか。そういうつもりはないのだがな。それに別にあの人のことだけではないぞ。ほらロー、お前の服、穴が開いていたのを繕っておいた。ああ、悪い。ひょっとして世話を焼くのが好きなのか。好きというか、していないと落ち着かないんだ。私にとってはそうするのが自然なんだと思う。昔は兄さんと年下の子たちの面倒をよく見たものだ。兄さんは何でも教えてくれた。野草の美味しい料理の仕方、服を長持ちさせる縫い方、何でも。あなたももう鋭でないというなら、当然のように世話されるのは改めるべきじゃないの。面目ない。私もそうされることに何の疑問も抱いてこなかった。ずっと鋭として同じレナ人に、レナ人としてダナ人に仕えられて当然だと思ってきた。まあレナ人だもんな。けど俺たちはあんたに仕えてなんかないぜ。それでいい。君たちの態度に接するたびに私は内心の戸惑いに直面することになるのだから。戸惑い？私が真の理想から共存を言い出したわけではなかったのを思い出してもらいたいな。戸惑いは私にその都度何のために戦うのかを思い出させてくれるだろう。心配しなくても、いきなり放り出したりはしませんから。なんだか部下っていうより母親みたいだな。確かにお母ちゃんな。どうしたんだキサラ、微妙な顔をして。いや、それがいつの間にか所持金がかなり減っているんだ。こんなに使った覚えはないのだが。ああ、そういえば先日少し使わせてもらった。半分以上の金額を。少しとは言いません。半分以上？何に使ったんだよ。思いがけずずっと探していたこの一品を見つけてね。その手元のガラク、いえ個性的な形のものが。それ、うん、失われた古代のダナの遺物だ。おそらく祭祀か何かに使われていたのだろう。我々レナが占領して以来、この種のものは失われる一方だ。私としてはレナ・ダナの別なく保護したい。ダナの文化を保護。そういうことなら多少は目をつぶるべきなのか。腹の足しにもならないもんに金払っても仕方ないだろう。
それにどんな理由であれ、みんなで稼いだ資金よ。勝手に手をつけるのはどうかと思うわ。こうしたものは機を逃すと二度と巡り合わないものなのだが。ティオハリム、お金は湧いて出るものではありません。そのくらい私だって知っている。知っているだけではなく実感してください。だいたいあなたは金銭感覚がなさすぎます。あなた一人の財布ではないのです。野宿をしたり食材を草だけにして倹約するのは私たちですよ。あ、いや、そこまで節約しなくても大丈夫。アルフェンは黙っていてくれ。はい。消費も倹約もほどほどにしたいわね。アルフェンの炎の剣って火のマスターコアから力をもらってるんだよな。ああ、そうだが。だったらティオハリムはなんで使わないんだ。地のマスターコアをということかな。ああ、だってまだ持ち歩いてるんだろ。マスターコアには300年にわたるレナの支配によって集められた精霊力が収められている。資格を得たもの、つまりスルドにしか扱えないとはいえ、放置するには大きすぎる力だ。スルドにしかって、アルフェンとシオンは扱えてるぜ。シオンの体に埋め込まれていることと関係あるのかもしれん。本来起こりえないはずのことだ。でもなんで持ち歩くだけなんだ。君たちダナにとってレナによる搾取の象徴であるように、私にとってマスターコアは我が罪の象徴なのだ。先達がもたらした苦痛、悲鳴、私の無意の陰で行われた非道、その全てがこの中に凝縮されている。これは我が罪の証。使うことも手放すことも許されるものではない。ああ、ティオハリム。それでもあんたはダナ人の死をレナのそれと区別しなかった。レナもダナも等しく血を流し、その悲鳴にも違いはない。私は耐えられなかった。それだけだ。今さら。うん。じゃあ青汁をキサラに料理してもらう。待たせたな。うんと食べてくれ。食いもんではねえぞ。お、どうしたのロウ。いや、なんで青汁。このところ肉が続いたからな。たまには野菜も必要だろう。だからってなんで青汁。野菜が苦手でも飲むだけでいいし、手軽に栄養補給ができて便利ってことじゃないか。アルフェンは辛ければ何でもいいんだろ。青汁は別に辛くないわよ。少し癖があるけれど慣れれば飲みやすいわ。こんなもん腹の足しにならねえじゃん。10杯くらい飲めばそれなりになるんじゃない。シオンは肉食なのか草食なのかわからねえよ。ねえロウ、苦手なら早く飲んだ方がいいよ。ぬるくなると青みがきつくなるから。ぬるくなくても青臭いんだよこれは。体にいいんだ。つべこべ言わずにさっさと飲め。お、じゃあリンウェル。リンウェル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか。うん、キサラについてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。フルルなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルルがいてみんながいて、それが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフェンがお父さんかな。そんなに老けてるか。え、不満。じゃあお兄ちゃん、シオンがお姉ちゃんでキサラがお母さんなら、父親はティオハリムか。
ゲオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。おじいちゃんかな。枯れてるし、時々説教臭いし。あとローは、弟はフルルがいるし、お父さんのわけないし、難しいな。あ、飼い犬？犬？犬は家族に入るのか。もちろん、フクロウだって家族になれるんだよ。でもそう考えると今の状態って楽しいね。保助隊だけどな。そこがいいんだよ。これ以上危ないことなんかしないで、このままみんなでただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル？あ、なんでもない。やっぱり私フルルの訓練に行ってくるね。はい。フルル、何かあったら呼んでね。もうちょっと寝たい。はい。じゃあとりあえず今回はここまでにしておきましょう。まあ、引き続きね、目的地に向かう過程でちょこちょこと、あちこち見て歩けたらなと思います。まあ、フクロウ探しもまだこのエリアしてないんで、まあ、次回もそういった探索しながら、目的地に向かって進めていければなと。ということで、また次回も頑張っていきます。では、テイルズ・オブ・アライズ実況プレイパート43、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。